めっちゃ気持ちいい。やっぱね、弾丸旅行はね、こういうことがあるんだよ。一緒にドライブ行きましょう。ソーセージマフィンの単品を一つ。うやばい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 、ケツが熱い。今日は4月29日、今8時50分ぐらいです。ちょっと追悼したいなと思います。皆さんおはようございます。今日は祝日ですが雨ですね。僕は今石見地方にドライブしに行きます。まあおすすめのご飯や観光スポット、穴場などですね、ゆっくりできるところいろいろ教えてくださいと今ツイートしました。いやー、これ何か一つでも情報が来てですね、まあそれを参考に行けたらいいなと思います。ツイートポチッ。はい。いや、 やっぱりこう移住してきてですね、まあ、ずっとこうイジューバーとして活動してるんですけど、まあ、今日はちょっと、まあ、イジューバーも少し忘れつつ、まあ、自分自身がこう楽しみたいなと思います。それじゃあ行きますか。ててて。 BGM カモン、レッツゴー。晴れるといいな。てってれってん、てててん、くんまん、たったらってん、たったらってん。わあ、楽しいね。とりあえず松江市内に向かってそこで何か食べましょうか。揺れてどこまで続くやら。わあ、トンネルで行き止めとかよくしなかったですか。なんかこうトンネルに入ったら息を止めないと霊が入るとか、なんかこう小学校の時の遊びなんですけど、久々やってみました。ソフトビジネスパークの方に入っていきます。はい、マクドナルドに到着。マクドでしょ、やっぱりドライブのスタートはやっぱりマクドでしょ。今9時だし朝マックあるしね。俺朝マックがほんと好きなんだよね。朝マックのなんていうかパン生地がめちゃくちゃ美味しい。もう大学の頃とかよく旅行とかドライブ釣り行く時とか必ず朝マックだったね。うわ、思い出すな。やっぱゴールデンウィーク初日だからすごい並んでるね、マックに。でこの待つ時間も楽しいですよね。はい、お待たせいたしました。はい、ご注文お伺いいたします。はい、クーポンの500ソーセージマフィンの単品を一つ。ありがとうございます。以上でお願いします。あとコーヒーお手渡しさせていただいてよろしかったですかね。はい、大丈夫です、お願いします。あ、いい匂いがする。このマックの匂いね、電車とかで嗅ぐのはきついけど自分が食べる時の匂いが最高だよね。ね、ちょっとコーヒー好きなんだけど、これ暑くて怖いよね。暑い。ハッシュドポテトうまいっすよね。そう、これ。この朝マックのパン生地よ、これ美味しい。ああ、最高。あ、うまいね。ツイッターに反応は来てますでしょうか。巌流寺81キロ。でもこの裕福温泉はこの江津市なんだね。お、行くしかないな。これはもう江津市です。江津市に行きます。島根県江津市。失礼しました、豪雨市でした。失礼しました。チャージしましたよ、エネルギーを。じゃあ楽しんでいきましょうか。ごちそうさまでした。ではね、石見の方に向かいましょうか。しじみ漁ですかね。漁師さんたちが船に乗ってます。お、新自己ボール。あ、ボーリングか。ボーリングも行きたいね。玉湯町に入りました。いや、スターバックスも全然飲んでないな。正直どこのコーヒーがどうのこうのとか分かんないんだけどね。
マガタマの里玉造温泉。でかっ。なんだあの赤い建物。日本一大名寺。出雲そば。出雲そばとコンビニ寄ります。グミ買ってきました。やっぱね、ドライブって言ったらお菓子でしょ。僕の一番好きなピレグミとね、あ、ちゃった、ポイフルか、ポイフルピレグミ、あと種抜き干し梅、もうこれあればねドライブは完璧です。あ、でもやっぱ車多いな。はい、今だ。はい、オッケー。真っ黄色。レトロな電車。あ、ピレグミうまどんだけピレグミ言うのに時間かかっとんねん。これね、めちゃくちゃ美味しい。やっぱり海大好きなんですよ。すごい山を行くな。すごい近いですよ、後ろの車。後方で速度が合ってる。あ、よかった、いなくなった。プレグミね、これハートが出るとめっちゃ嬉しい。まだ出ないですね。いつもロマン街道。真夏のピークが去った、天気予報士がテレビで言ってた。高速に乗りましたね。うわ、のトンネル、赤谷トンネルは655、 OK。 大田市に入りました。大田市、うわー、やっと追い越し車線だ。ちょっとね、僕はあまり飛ばしたくない派なんで、どうぞ抜いてください。うわー、珍しいなこのトンネル。おーい、湯の津温泉、温泉ね。これは行くしかない。これ読めますかみたいなね。読めるわけないでしょ。温泉津温泉、湯の津温泉行きたいと思います。もうこれはずっと気になってた。湯の津温泉。この湯の津温泉、はいはいはい、湯の津温泉街。いや、なんか一つだけじゃないみたいな。うわー、なんかいい街並みですね。通れるかな。はいはい、旅館もあるんですね。へえ、綺麗。あ、お、世界遺産石見銀山湯の津温泉。ここかな？駐車場は。わ、すごいね。ちょっと駐車場あるかな？これ入るかな？いやー、今ね入ろうと思ったんですけど、コロナの影響で人数制限をしてて、今1時間待ちとのことでした。ということはちょっと隣の温泉に行きましょうかね。めちゃくちゃ気持ちよかったです。あの、本当に暑くてびっくりしたんですけど。あ、はい、あ、井戸から出てるんですか。何も手加えてないの。はい、また来ますね。
ありがとうございました。はい、今元湯に入ってきました。この元湯ね、言葉で表すと暑さに感謝、もうこれに限ります。いやもう本当にねすごいですよ、めちゃくちゃ暑いです。本当に暑いです。普通あの温泉でこうシャワーがあるイメージなんですよ。こうシャワーでちょっと流してから入るみたいな。もうシャワーがないんですね。湯船が3つあって、最初の方はこちらから入ってくださいっていうのと、奥にぬるま湯と熱い湯っていうのがあって、まあ、順番通りに入っていくんですけど、で入るわけですよ。で温度計見たらお湯の温度が47度。びっくりしましたね、まあ、でもね20秒入って、あ最初気持ちいいと思ったんですけども、痛みが出てきてですね、あもうこれ無理って思って20秒で上がったんですけど、その入った後すごいボカーンってしてね、それをね4回ぐらい繰り返しました。薬師湯と元湯の2つあるみたいなんですけど、この地元の方はこの元湯に入る方が多いらしいですね。疲れてないんですけど疲れが取れました。はい、いやまた来たいですね。気持ちよかった。いや雨が止みましたね。晴れ男ですよ。あのツイッターでフォロワーさんが巌流寺の滝がいいですよと言っていたので、巌流寺の滝に行こうかなと思います。田舎にしかない風景だよこういうのは。おいいね、幻想的だね。お、ちょうど駐車場入ってた。はいはいはい、到着。お、見えた。あれ、いやー到着しましたね。いやいい滝だ、偉大だ。巌流寺の滝マイナスイオン。ふぅー、やっほー、ふぅー、気持ちいい。いやツイッターでねこの巌流寺の滝教えてくださってありがとうございました。すごいマイナスイオンというかエネルギーをもらいましたよ。ふう、結構階段もねきついですね。はい、じゃあご飯を食べに行きましょうか。あんなちょっとあの元湯の中のお客さんとすごい話してですね、まあここら辺の美味しいとことかなんか観光名所聞いたら、あのアクアスランド、すごい綺麗な水族館があってそこにも食堂があるみたいな聞いたんでね、水族館いいですね。僕あの青色が好きなんで、もう水族館の色ほんとあの落ち着くというか好きなんですよ。ちょっとねアクアスランドに行きたいなと思います。あそう、マジでお腹減った。よかった、おお、やっと来ましたよこの幸せね。ポエフルのハート、これねたまにねハートが入ってるんですよ。もうこれもう今日運いいですよ。晴れ、雨も止んだし。いただきます。うん、ハートうまいね。味は一緒ですけど。うわ、やばい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 、2個、ちょっとこれやばい。今ねほんと仕込んでないんですよ。これ2個出てきました。2個、ハートが2個、いや2個じゃない、3回連続だ。これマジで仕込んでないですよ。え、マジこんなことある？あーもう楽しいっすね。行きましょうか。滝ありがとうね、めっちゃ良かった。アクアスランド行きましょう。うわー、ポイフルハート3つはやばいな。もう最高、もう楽しい、もう帰ってもいい。いやまだよまだよ、食べてないよ。田舎の道はもう信号がないから運転してて気持ちいいわ。もう東京とかだったらしょっちゅう止まるからね。青になったと思って進んだらまだ止まって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 、もう止まりっぱ、もうずっと、もうずっとこれ。なんかすごい、わあ、レストランとか書いてある。ここか、ここですね。左アクアス島根海洋館、
きましたね。着きました。うわ、いいね。めっちゃあるね。レストラインとか。はいはい。やっぱ一人は恥ずいですよこれ。やっぱ浜田ラーメンですね。よし、ここにしよう。来ました。来ました。チャーハンと魚介豚骨ラーメン。もう最高でしょこれ。いただきます。ラーメンからね。ごちそうさまでした。うわ、なんかすごいな、この公園。で、めっちゃでかくない、この滑り台。すごいでかい遊具だ。こっからこう滑っていきたいな。いや、頂上いいっすね。いや、綺麗だね。乗ったるぜ。ちょっとね、早そうなんだけどね。行きますか。ケツが熱い。ケツが熱い。もうケツが熱い。ケツが熱いな。やべ、アドレナリン出た。ちょっとなんかあと一つ何かやりたい。この網網行こうか。はいはいはい。使用禁止でした。チクショー、遊びたかったなこの網網で。今島根海洋館アクアスという水族館行ったんですけどね。いやー、いい時間だったな。白イルカがね綺麗だったし、ペンギンとかもね。なんかこう生き物を眺めてるだけでいいですね。走りたくなりますね。広いなー。いい経験させてもらってますよ。この移住バーに応募してなかったらね、普通に東京で働いてただけですからね。この海は一生見ることなかっただろうな、この石見海水浴場から。本当に綺麗。今こうやって YouTube 用に動画回してますけどね、まあ僕が10年後20年後、もう少し年を取った時に、まあ明日は将来僕にパートナーができて、そして子供が生まれて、もう家族に見したいですね、この動画を。お前は2021年2月に島根に来て YouTuber してるぞ。そしてこんな綺麗な海を見てるぞ。いやー、ちょっとね、30分以上いましたね。気持ちよすぎた。ちょっと移動しますか。石見海浜公園、島根県立石見海浜公園。ピンク、白、赤。お、すごいね、ここら辺。赤、やっぱサングラス合わない。わ、すごいね。
ごいね。うわなんか穴が開いてるし、ほらなんか今ちょうど18時で綺麗な音楽も流れています。ほらほらまたこんなすごいところ通りますよ。はいはいはい。いや今日すごいところ行き過ぎじゃない俺。今日絶景ハンタータクローですよ。お、なんだよこのロマンチックな場所は。いやもうねこの景色に言葉はいりません。今日あんな雨だったのに、こういうことですよ。もうあのね夕日がね僕のイジューバー活動を応援してくれてるかのようです。ありがとう、頑張るよ。やっぱね一日一日を大事に生きようって思うよね、こういうの見るとね。やっぱね夕日っていいよね。夕日好きです。うん、もういいよ、ちょっと見てたかったな。幸せな時間だった。よし、じゃあちょっと温泉行きますか。次回タクロー有福温泉に入浴。初めての一人キャンプ。うわここ最高のつまみじゃん。なんかねこうここすごい、ほらルーフテントに初めて泊まる。